はい、沖の耳がね、目の前になってきました。はい、はい、天神平降りました。うわ、すげー晴れてる。平日だしね、こんなご時世なんで誰もいないのは、分かってたんですけど、はい、今日はね、そういうことで谷川岳、あそこですね、3年ぶりになるかな、谷川岳、はい、山頂2つあるんですけど、その両方ともこれから向かっていきたいと思います。今回僕も株間も、まあ、体調もバッチリということと、あとはまあマスク等をしてですね、人にうつさない、もしくは人からうつらないという体制でこちらの山に来ました。ちょっとこの辺出しときますけど、ロープウェイのね、乗り場もこんな感じです。もう僕が行った時は僕らの前に一組しかいなかったですね。こちらの映像はロープウェイの中なんですが、一つのゴンドラに人間は4名だけと、まあ、いうような徹底したですね、ソーシャルディスタンスの確保をやってるようですね。まあ、おかげさんでね、まあ、ロープウェイ軽いもんだから、まあ、心なしかなんかスピードが速いような気がします。まあ、そんな感じで今日は谷川岳を登っていきたいと思います。はい、見えてきました。いやー、いい天気だね。暑いね。これなんだろう、エゾハルゼミかな。セミがうるさいです。10時11分ですね。避難小屋です。いやー、3年ぶりじゃない。はい、こっから谷川の山頂までは 1.8 キロです。ただね、本当の登山ってこっから先なんですよね。一気に天神尾根を登ってきます。ちょっと休憩しよう。しかしね、ここはね、冬来ると完全にこの避難小屋がね、雪で埋まっちゃうんだよね。ここら辺のね、木もね、まあほとんど雪に埋まっちゃいます。はい、じゃあ今からね、天神尾根を登って、はい、谷川の山頂に向かいます。
ここはね、上りはいいんだけど、下りが嫌なんだよな。じゃん。はい、先はのは先は長いな。はい、天狗の泊まり場です。今日はすんごいバテる。バテない私、うん、よいしょっと、こんな大変だっけ。いや、今日はね、しばらく登ってないツケが出てんだよ。あ、目の前がね、私物ですね。その左にちょこっと猫耳になってんのが火打ちで。うぅ。はい。片の小屋の真下の設計ですね。じゃあ今からね、この設計、登ります。6月だっつうのに、まあ谷川らしいね。でね、結構なね、角度なんですよ。こう滑ると大変なんで。はい、12時17分。いやー、時間かかった。はい、片の小屋です。営業してないよ。営業してないわ。うわ、パンがね、ぐちゃぐちゃになってる。なんで？ぺっちゃんこ。
俺も潰れちゃったよ。うん、焼き鮭、ツナマヨ、弁当、ぺっちゃんこ、おにぎりとね、パンを食べたんで少し落ち着きました。じゃあ山頂に向かって行きましょう。設計はひんやりしてる。はい、12時45分。ほら、牧畑まで行くか。いや、谷川で晴れたの初めてだな。はい、じゃあ次はね、この峰にあります、沖の峰に行きます。怖いからカメラなしで。うお、設計が浮いてるね。いいね、あそこ縦走してみたいね。うん、はい、沖の耳がね、目の前になってきました。いや、天気は最高。はい、1時7分、沖の耳です。八方の依頼ですね。
ちゃんと登ったの。いやなかなかね、久しぶりだとハードでした。そんなにハードな山じゃないんだけどね。で、あそこの天神平のスキー場が見えるぐらいで、帰りはちょっとビデオは止めて降りるのに、ね、集中したいと思います。はい、それではそれでは天神平に降りてきました。まあ山頂からはね2時間20、30分ですか。どうもご苦労様でした。疲れしたね、本当疲れした。笑うしかないっていうか、もう膝は笑ってますがということで、ご視聴ありがとうございました。カウババでした。